皆さんこんにちは、ヘアスタイリストのしゅうこです。今日もメイキャップアーティストの佐伯祐介さんに来てもらいました。皆さんこんにちは。今日また祐介さんに素敵なメイクをご紹介していただこうと思っています。今日はどんなメイクですか？今日はですね、色を使うんですけど、あのポイントをアイライナーアイライナーもらってんちょっと今日お洋服がベージュなので、ちょっとベージュに合わせたメイクを提案できると思っています。ほらほら、ね、抜きほら見えダピセグなんでを使うのはデコルテのウィークエンドグロー、こちらスティックファンデーションなんですけど、こちらも軽くて馴染みがいいので、ここは大好きな商品です。すごいなんかクリーミー、すごいでしょ。うん、クリーム、ね、クリームなんですよ、うん、すごいなんかライオンキング、ライオンキング、これはですね、なんだ You're the Lion King、 I'm the Lion King、You are the real diamond。 見てください、この伸び、これすごいね。塗られた瞬間に分かったけど、伸びるのが分かった。すごいでしょ。うん、これはもう本当にあのこれで十分ちょっとカバーできたんですけど、もう少しだけあのカバーをしていきたいな。ちょっと赤みがあるところに重ね抜きをしていきます。でファンデーションは以外の場合はノーバーしてもらって、でもう少しカバーしたいなっていうところはこういうふうにタップしてもらうとカバーが上がるようになってください。タップです。どうですか、つけてる感じは。でなんかすごい薄付きじゃない、これも。すごくすごく薄付きです、うん。でちゃんとカバー力もあるね。そうなの、うん、これちょっと今油分がちょっと手張りすぎてたかな。エトボスのコンシーラーを使っていきたいです、はい。でこれが僕が好きな理由は、あのすごいこう保湿成分が高くって、これからの季節にすごいいい、うん。で、大体あのこの真ん中にオレンジどうやって使うんですかっていう声がよくあるんですけど、これは目の下のクマに塗っていきます。ちょっとこういうあのクマのあるところの上にのせてですね、でこののせてのところでトントントンと。でもうこのエトボスの本当にコンシーラーってすごく優秀で、もう本当によくなじむので、もう僕はすごくすごく気に入ってます。で今回も、ちょっとこの目の下のですねハイライトを入れていきます。であとこの小鼻の横の赤みも取ったりとか、で少しですね顎先にも投入します。これはですね、今一番この下の明るいんですけど、シュコの色には合ってるなと思ってこれを使ってます。目の下にはオレンジっぽいのを塗ってから、普通のこのハイライトとしての、あ、上に重ねるのね。はい。で、これができるのもあのどれでもできるわけじゃなくて、やっぱりエトボスみたいにすごい馴染みがいいものだからこそ、うん、あとこれ今見てもらって分かると思うんですけど、全く乾燥してないんですよ。してない。あの着地したい肌に対してどういうコンシーラーを選ぶのかっていうのが結構ポイントだったりとかするんですよ、うん。ツヤ感を作りたいときはツヤ肌のファンデーションに対して、やっぱりツヤを守る、ちゃんと油分多いけどちゃんとカバーがあるコンシーラーを選ぶっていうのもポイントです。呼吸してる感じがするでしょ、ちゃんと、うん、するする。 それが僕のすごくいつも気をつけてること。なるほどね。今日使うアイシャドウですけど、アディクション東京キフユのカラーを使っていきたいと思います。アイライナーだけで、やっちゃうとフラットになり気味なので、そこにとツヤを出すことでこのまぶたに立体感を出そうかなと。でもこれをですね、アイホールにこう意識してもらって、もうこれだけで大丈夫です。で、反対側も綺麗で、うん、何もないよりは少しだけこのツヤが ある方が、ね、うん、立体感にもあるし、うんうん、そして今日のお洋服の色にもすごい合ってるよね。からのこのこのヒンスのちょっとグリーンを使っていきます。で、こういう超グリーン、そう、超グリーンなんだけど、結構単色で使うとそんなに強くも見えないし、まあ、すごいちょっとポイントになる色になってくる。
でこれを塗っていきたいと思います。では目を閉じてもらって、こう引くんじゃなくてこう引くと結構うまくいくということがあるので、それをやりやすい方をでちょっとねアイラインは引きながらこういう風に描いてもらうとすごく引きやすいので、ちょっとだけこうこっちにですね引っ張りながら、そしてちょっとこのまぶたのところを上げて描きたいところはちょっとだけ上げたりまして、描くととても描きやすいです。乾け、どやさん、あ、なんかすごい綺麗。え、めっちゃ可愛い。可愛いでしょ。え、すごい可愛い。可愛いね。そうなんです。よっき。よっき。こっちもちょっと引っ張りにこうやって、ぐっと引っ張りながら描いて、でちょっとですね上げて、こういうちょっと際にもちゃんと塗るのがポイントになります。ちゃんとこの左右のバランスが取れてるかっていうのを確認するんですけど、うんうん、はい、もしかするとこっち側が短いかなっていう印象、ちょっと一回かけてもらって、でご自身でやるときもちょっと一回目を開けたままですね、この外のところだったらもう目を開けたままこういう風に修正してもらうことができるので、ほら可愛くない？あ、すっごいいい、可愛い、いいでしょ。しかもポイントはあの羽上げすぎないっていうところですね、うんうんうん、あのちょっと平行気味なんだけど、うんうん、これを平行気味に持ってくるっていうので、うん、あの目の横幅が大きく見えるっていう効果も狙っております、うん、なんかすごい目が大きくなった気がする。次はですね眉毛をやっていくんですけど、ディオールのこの3色のパレットを使っていくのと、生田家島さんのアイブロウブラシを使っていきます。このあまりこのいきなり濃い色をのせるとすごく強い眉毛になってしまうので、真ん中の色を使っていきます。この薄い色でですね結構しっかりめ滑らすことも大切なんですけど、時にこういう風にスタンプのように押していくとすごく眉毛が簡単に描いていきます。ちょっとしっかりのせたい時はもうこうやってスタンプのように乗せていくっていうのがとてもポイントになります。今日やろうとしてるのは薄いけどしっかりした眉毛、結構形的にはなんかシャープ目なんだけれども、薄い色で仕上げることで柔らかい印象をキープしつつ、はっきりとした眉っていうのを描けたらと思っております。やっぱりこうアイラインがポイントなので、あんまり眉毛を濃くしてポイント邪魔したくないんですけど、こんな風にちょっと優しめの色でしっかり描いてあげると、描いたところをコーミングすることで柔らかくなります。次は、チークを塗っていくんですけど、セルフォーグのこのクリームタイプのチークを使っていきたいと思います。ここをまずポイントになるところをのせて、そのままこのように開いていきます。スナソルのこちらのリップを塗っていきます。しっかり乗らずにちょっとこうふわっと中とかポンポンしてしっかり目につけて、こういう外の顔をやるときはふわふわふわってして、もうちょっと持たしたいところはこうちょっとチャキチャキしてもらって、こういう中とかをですね。ヒンスだ。ヒンスです。またこっち斜めの癖でこれぐらい向いてもらって、ここをしっかり引き上げてですね、根元に入るように。かわいい。いいね、うん、かわいい。MIMC のシルクパウダー、うん、こちらを使います。乾燥させずにでもしっかりあのマットにしたいところをマットにしてくれるので、僕はすごく使います。なるほど。あー、なんかすごいグッと綺麗な、なんかピタッときたね、すごい。でこういうちょっとツヤ、あの高くてツヤのあるところはあのこう押さえちゃうと性格のツヤ感がなくなってしまうので、うん、あのこのセンターだけをするっていうのがポイントです。綺麗、美人度上がった感じがします。美人度上がりましたね。素敵メイク、イエーイ。あ、いいね。このメイクめっちゃ可愛いやん。え、めっちゃ可愛いよね。めっちゃいいじゃん。そう、やっぱりなんかちょっとした本当に色のこのコンビネーションの、うん、あのを合ってると、うん、
なんかグッと洗練された感じになるっていう、うん、もちろんゆうすけさんありがとうございました。ありがとう、しゅうちゃん。また見てね。見てね。また次回。